はい、サラでございます、えー。上司が教えてくれない営業のコツ、今日は嘘には種類がある嘘の4タイプということでお話をしていきたいなと思います。はい、まあ、人は嘘をつく生き物なわけですよ、えーまあ。メイヤーさんがですね、こんな言葉を残しているのですが、えー、0歳で嘘泣きをし、1歳で物を隠し、5歳で人を立てて操るようになるということで、まあ、ちっちゃい子でもですね、嘘をついた方がまあ得られるメリットがあるということをまあ、本能的に知っているわけですよね。 まあ、嘘泣きしますね。物も隠しますよ。うまいこと言ったなと思うんですけど、まあ、そういうことをした方が得られるものがあるんだっていうことを知っているから嘘をつくわけで、まあ、人はそもそもちっちゃい頃からですね、嘘をつく生き物だったということですよ。悲しいことにね。けど、まあ、それは大人になっても嘘をつく人がいる。まあ、もしくは、まあつ嘘をつく、つきたい人ってそんなにいないと思うんですが、嘘をついた方がもう得られるものがあるっていうこと、ほんの時に知っているので、まあ、こういう嘘を にいいいてしまうう人がいるということこで、すよ。でこれ、おっきい、ちっちゃいっていうのも実はあって、まあ、人のために嘘をついていたりとか、まあ、それを受けるかどうかみたいな問題もありますけどね。はい。まあ、とはいえ、まあ、こういったこの嘘を、どういう理由で嘘をついているかっていうことを知っておくことによって、その人が何を大事にしているかとか、価値観みたいなことが見えてくるので、えー、今日はこんなお話をさせてもらっているというところでございます。はい。では、早速、ちょっと中身見ていこうと思うんですが、1つ目が、 えー、全部で4種類あるんですが、1つ目が防御、防衛の嘘、防御の嘘と言われてまして、まあ、自分を守るための嘘ですね。なので、まあ、何かあったときに、まあ、自分を守るためというか、隠すためみたいなところでつく嘘が防御の嘘ですね。はいまあ、純粋に自分を守るための嘘ということでした。 で次が背伸びの嘘ということで、これもプライドが理由ですね。はい、あの例えばテストで90点だったという時に、うち95点だったよみたいな時に、まあ、プライドを、まあ、守るというか、見栄を張る時についてしまう嘘が背伸びの嘘ということですね。はい、で次が欺瞞の嘘ということで、まあ嘘でいくと一番これ立ちが悪いんですが、他人を陥れるための嘘ですね。オレオレ詐欺とかまさにこの典型ですよ。よ欺瞞の嘘ですね。はい で、最後が擁護の嘘ということで、これはどちらかというと、人を守るためというか、人をかあの囲うためです、ね、の嘘ということで、まあ、なかなかこれが本当にまあ良いか悪いかみたいなところもあるんですが、まあ、こういう嘘に種類があるということですね。なので防衛の嘘というのが自分の守るため、背伸びの嘘が自分のプライドを守るため、まあ、欺まんの嘘というのは人を陥れても自分が渡航するため、擁護の嘘というのが他人を守るための嘘ということですね。はい でまあ、よくあの、まあ、本とかに書かれてるんですけど嘘は環境がつかせるということで基本的にあの好んで嘘をつきたい人はあのいないはず。 まあそれも要因としては全部環境がつかせていると要はオレオレ詐欺とかをやってる人たちも結局それが稼げるんだっていうような周りの環境があってそれで稼ぎたいみたいな環境に身を置いているから嘘をついていたりとかあと上司に怒られた時にとっさに嘘をついてしまったみたいなケースとかもあるわけですよねその時も結局は守りたいっていうまあ今の環境においてまあ嘘をつった方が得だっていう判断をまあ 勝手にととといいいううか、がしているということですよ。なので、その嘘をつくことによって、まあ、メリットっていうのは一時的な利益が獲得できると、その場をしのげるとか、まろいろ下げていけばお金がもらえるみたいなところに一時的な利益の獲得になるんですが、デメリットとしても当然信頼の欠如があるということですね。で、まあ、そういったことも踏まえながら人間は嘘をつくことによって、その一時的な場,に場から逃げるであったりとか、まあ、利益の獲得みたいなことを目指してしまうと。で 営業においてこれ大事なことっていうのは営業とお客さんの関係っていうのは特に新規の営業の場合ですよ。は お客さん自身が、まあ、関係を一時的でも構わないと思っている可能性があるということですよ。なので、まあ、要は突然来た営業で、まあ、信頼できるかどうか分かんないけども、とりあえず話をしておこうみたいな場合で、まあ、多少全部本音というか本当のことを言わなかったとしても、まあまあその場で,それ,ではそれはそれでしょうがないよねみたいなふうに捉えているお客さんが多いということですね。なのでお客さん自身が、まあ、本当に嘘をついているケースもあれば隠しているみたいなケースもあると思うんですけど、えっと、 ほんの話してくれないいケースっていうのは多々あるとということですね。なのでまあ嘘をつくことによってお客さん側であったりとかまあ上司部下の関係でいけば部下であったりとか上司だったりっていう相手がですね何をそこで得られるのかみたいなことを想像しておくとその人が何を大事にしているのかみたいなことも見えてくるということですねまあ例えば上司と部下の関係の時に電車遅れましたで電車に遅れて遅刻しましたっていうのは本当は寝坊だった時けどまあ 電車遅延ですみたいなことを言う場合っていうのは自分を守るため怒られたくないっていうところから自分を守るための嘘をついていたりとか、まあ、背伸びの嘘とかであれば純粋にもプライドを守るためですねであとはまあ欺瞞の嘘これはお客さんとかの関係でいけば他者はこれぐらい値引きしてくれたけどねみたいなことを仮に言ってくるときっていうのは、まあ、要はもっと安くしたいみたいなことを嘘をついて手に入れようとしてるわけですね擁護の嘘っていうのは他人のためですので、まあ、そういうふうにその相手がつく嘘によって で、今、そういったことをまあ探りながらです、それが嘘か本当か見抜くっていうことが必要になってくるんですが、それが嘘だなって思ったときに、なんでこの人は嘘をついてるの、どのタイプの嘘なのかっていうことを把握することによって、その人が今欲しいものであったりとか、その人の価値観っていうのが見えてくると。 いうことですね、そういった相手の価値観とか今欲しいものが見えてくれば営業の提案というのはよりしやすくなると思うので嘘イコール悪で終わらせるのではなくて嘘からその人が何を今真剣,に真剣にというか考えているのかというのを探っていきましょうということが、えー、今日の嘘の話でございました、はいまあ、嘘をつくことで何を言いたいのか想像してみましょうということで、えー、ぜひ4つのタイプの嘘相手が何で嘘をついているのかということを考えながらぜひアプローチしていただければと思います本日は以上です 営業チャンネル、本日もご覧いただきましてありがとうございました。えー、引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、えー、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。また、ツイッターもやってますので、えー、ご興味持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。